はい、皆さん、こんにちは。ラクビ若村です。さあ、本日は9月の4日、金曜日です。午後の3時になりました。ほぼほぼ毎日配信しています。ラクビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、今日もですね、暑い一日です。 まあ9月に入って4日経ちますが南からの大きな台風の影響もあって今あったかい風がこの関西近畿にも流れ込んでいますでも8月の一番ピークに比べると朝晩が少し涼やかになったのとお昼間も日差しが今日は少し和らいでいますのでまだあの8月のピークから比べるとちょっとね今日は過ごしやすい一日なのかなと思っています ちょうど今、太陽が陰っていますので、楽旅京町家の今日は路地、お茶室に付属するお庭を後ろにご覧いただいておりますけれども、灯籠が今、きれいにこの日差しの中で見え隠れしていると思いますさあ、そして昨日は京料理2年、山田様にお越しをいただきまして、もう慌ただしいライブ配信でした。とにかかく時間が昨日はなかったんです 7時からライブ配信をして7時半から楽旅のオンライン講座がありましたのでなんとか7時半までには終わって皆さんにライブ配信からオンライン講座へと切り替えていただかないといけませんでしたからもう時間との勝負でしかし内容は盛りだくさんまたね後日も詳しく皆様にお届けしたいと思いますが京料理2電の山田様と楽旅がタイアップを組んで ハモシャブをお届けしようという企画があったり、またあの、前日に京料理二年んのお弁当が5名様に当たるという当たりくじが出ましたので、その抽選会もあってと、昨日はもう盛りだくさんの内容で、なんとか最後に、きっともっと京都好きになる、もうすぐに終わりまして、なんか余韻がなかったような感じはありましたけれども、まあそれはそれで、昨日、ライブ配信終わって見直すとね、 何かこう滑稽と言いますか面白く笑えたようなそんな機能のライブ配信でしたですから今日は一転して落ち着いて粛々とお届けしたいと思います今日もライブ配信スタートしたいと思いますで今日今私たちラクビの会社にはあのノートルダム女子大学の皆様がですね実はインターンシップとして まあ社会人経験を積んで社会に出ていこうということで、大学からお二人ほど私たちの会社が受け入れをさせていただいております。今週月曜日からいろんな仕事をね、体験いただきながら、社会人ってこうですよ。楽旅ってこんな仕事をしてるんですよ。いろいろですね、学生のお二人にこう伝えれることをね、まあ10日間しかありませんから、こうすべてというわけにはいかないんですけども、せっかくの機会ですから、 ね、夏休みでもう遊んでいる学生も多いと思います、あまり勉強していない学生も多いと思います、そんな中でね、この暑い夏にわざわざ会社に来て緊張して、ね、先輩社員がいっぱいいるわけですから、緊張しながらでも何かを得たいとしてね、こうやってインターンシップに来ていただいてますので、何かこう、1つでも2つでもね、他の学生にはないものを持って帰っていただいて、まあ、今後の人生の糧になるというかね、何かいい ものを得て、まあ、インターンシップをね、終えていただければいいのかなと思ってます。で、今日はね、もう、朝から、楽旅通信秋号の制作が今日、最終日を迎えておりましてね、まあ今、スタッフ総出で最後の原稿チェックと、印刷、もうコピー機で、いろんなオンライン講座ですとか、えー、特別講座の今、紙を印刷してましてね、 今日はもう朝からインターンシップの学生お二人もですね、そのコピーしたチラシをね、ガッチャンガッチャンとこう裁断機でね、2つに割っていく仕事をね、していただいてるんですよまあ、社会人ってね、まあ、クリエイティブな仕事もあれば作業という仕事もあってただひたすらに今日は 祭壇機で紙を切っていただいてるんですけれども、まあ、そのチラシの中身をですねちょっと見ていただいてこういうことでこういう小座をしたんですよとかねお届けをしているんですけれども今もねガチャンという音が聞こえたと思いますこれからもですねライブ配信中ガチャンガチャンという音が聞こえますけどもこれは怪しげな音ではありませんインターンシップ生が頑張って今チラシを祭壇切っていただいてますから そのガチャンというとも今日は楽しみながらこのライブ配信をお届けしたいと思います。さあ、そうして今日はね落ち着いたライブ配信ということで、ちょっと旧暦トークをお届けしたいと思います。今から八百五十年ほど前平安末期です。千百六十一年今日九月の四日は 元号が変わった歴史があった日なんですでこの元号というのはですね英略という元号から王法という元号に変わったのが今日1161年の9月の4日,4日のことでありましてね時の第78代二条天皇の時代に元号が変わったんです今はちょうど平成から令和に元号が変わって 1>, まあ1年半というところになりますけれどもこの元号が変わる。現在は天皇が崩御されたり退位をされると次の新天皇が即位をされて元号が変わります、まあ、しかしこの天皇のお御代わりでの改元、言語を変える改元というのは、まあ、近世になって、まあ、一般化したもので実はもともとはですね 天皇の時代にこの世の中で良いことがあればそれを祝って言語を変えたり悪いことがあっても言語を変えて世の中の運気が変わるように願ったりしたんですこのように言語を改める改言改言には様々な理由があって特にねやっぱりね良い方よりも天変地異が起こり驚どろおどろしいことになってその 運気を変えるために、世の中の雰囲気を変えるために、言語を変えるということもね、多かったようなんですよ。で、この今から850年前の平安末期、1161年に英略から王法という言語に変わった、その理由というのは、災いだったんです。この災いというのが、天然痘という流行病です。 今も大きなウイルスによる影響が出ておりますが、かつては大変な病が広まる疫病というものが流行りまして、その原因というのは今現代で言うと天然痘だったんですけれども、まあ何か分からぬものによって人がバタバタと倒れていく。そういう形で天然痘が流行ってきたということなんです。こうして元号が英略から王法に 改められたという歴史があって、まあ、この今日9月4日の旧暦トークで少しお話をさせていただきました天然痘はね今ではほぼ根絶をしてきて、あのー、それほどね大きな脅威はね確かもう根絶したのかな医学にはちょっと詳しくないんですけども確か人間が征服をした根絶をしたそういう病だったような気がするんですね でこの天然痘が昔は大きな猛威を振るいましてですね、まあ、実はこの戦国武将のよくね、独眼流政宗、ね、目が片方、眼帯をしてますがあの独眼流政宗も幼き頃に天然痘で目を失って独眼流になったということなんですね、まあ、ですから歴史上いろんなところでこの天然痘が流行ってましてね 平安の中頃から室町のあたりまでの元号が変わった改元の大きな原因の一つがね、たびたび天然痘が流行ることから元号が変わっておりまして、まあそういうね、世に大きな影響を与えるほどこういう疫病というのは、まあ今もね、皆さんこの疫病という目には見えないウイルスによって大きな悩みを抱えることになっているわけで、まあこういうね、いつの時代も 目には見えない敵と戦って言語を改め何とか良いようになりますようにとね願ってきた歴史があるということなんですさあそれでは今日は落ち着いて今日ちょっと旅へということで今日も皆さんにどこかのお寺どこかの神社へとトークで旅をしていただきたいと思います本来であれば皆さんと直接お会いをして 講座やツアーで京都の魅力をお届けをするところなんですけれども今はなかなか皆さんとお会いする機会が少なくなりましたのでこのようにオンラインを使って Facebook をご覧の方はライブ配信です見逃したという方はこの 動画をアップして YouTube、Instagram でもご覧いただけますので過去に遡ってぜひさまざまな京都のトークを楽しんでいただきたいと思いますそれではもう恒例でありますこの箱の中に入ったたくさんのトークテーマ旅くじを引くことによって今日のトークテーマを決めていきたいと思います だいぶ少なくなってきましたね今週末新ジャンルを加えようと思いますそれでは行きます一つ目のトークテーマを決めるくじ取り式ですさあ行きますよお一つ飛び出ましたその飛び出た旅くじを今日のトークテーマ一つ目としてみたいと思いますこちらです それでは続きましてこの中身を改めるくじ改めめるです。まずは私が確認をして皆さんに1つ2つ3つとヒントを出していきますそのヒントからあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかなぜひですね考えながら聞いてみてくださいヒントから分かったという方はコメント欄に何とか寺何とか神社と書き込んで どれぐらい強盗を知ってるか、腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。くじ改めです。さあ、今日はどこが出るでしょうか。お先ほど、私は、 ここ地図で見てました全然ヒントになってませんね皆さんは地図見てないわけで分かりません一つ目は神社です神様を祀る神社ですその神様は上の方にいらっしゃって昼間よりも 夜に輝くものですそしてかつての平安京の都中心から見ると北西にあたる方角を守護するお社として天文という方角の神様としてまがめられ現在でも法よけという方角にまつわる御利益に 暑いという神社です。京都の街中から見て、天文の方角、つまり、北西にあって、方角の神様として崇められる、かつての都の一条通りのあたりにあるというお社です。さあ皆さんもわかりましたか一つ目のトークテーマはこちら。行ったことある方はね、その手前の道が 夏おすすめ、妖怪ストリートと名付けられています。こちら、大将軍商店街に面してある、その名も、こちらです。大将軍八神社なんですね。さあ、皆さん行ったことありますでしょうかどうでしょうかねなかなかの観光ガイドブックにも、普通の観光地としてはそれほど、どうでしょうかね、載っていないかもしれませんね。 この大将軍八神社、かつての平安京の都、北は一条通りから二条三条四条と、南は九条通りまで、等間隔に道があったんです。その一番北は一条通り。そこから北はもう都の外という場所で、今現在でもこの大将軍八神社は、 一条通りを西へ、西へ向かっていきますと出てくるお社なんです。ちょうどね、大将軍八神社の北に北の天満宮があって、神社の手前が一条通り。り今はね、大将軍商店街というね、お店がたくさん並ぶ商店街がありましてね、かつてその一条通りは、都の中と外の 境目ということでこの世とあの世の境目とされた道なんですその道に夜な夜な人々が使い古した古道具物家具調度品がもののけとなってあんしたという百鬼夜行の物語もありましてこの 大将軍の神社の前にある道の商店街は今、妖怪ストリートとして、その名を知られるようになってきたんです。で、そのお店ごとに妖怪がいてということなんですが、そうしてこの神社に入りますとね、まあ、それほど大きな神社ではないんですけれども、かつての宮中、平安京の天皇貴族が成城した宮中から見ると、北西の位置にありまして、これが、 まあ、いわゆる、天文の方角と言い,いましてね、天の入り口、天の門、天文の方角と言い,いまして、その方角を守る社として、熱く熱く祈願されてきたとも伝えられてるんです。そういう方角にまつわるお社ですから、今でも、引っ越しとか、家を建てる時の地鎮祭とかね、まあこういう方角にまつわったり、住まいとか、旅行とか、 方角にまつわるときに、ね、ご祈願に耐えないというお社なんですよ。ぜひ皆様、機会がありましたら、この大将軍八神社、お参りをした後に、本殿、右奥に行きますと、宝物殿、宝物館があります。その中に、星の神様が神格化した、 神様のお姿を刻んだお木像。神の像で心臓。神の像で心臓と言いますが、心臓がずらりと並び、まあそういうですね、星の神様。星の神様。本来はね、神様って姿が見えない存在です。しかし、かつては真、仏、混合の中で、仏様は木や金属で姿が作られる。こういうい 姿が見えるという性格が神様の方にも及びましてね、神様も姿を表してくるんです。この神様のお姿を木なんかで刻みましたものがね、こういう心臓、神様のお図で神像で心臓と言い,いまして、明治以降、 神仏が、ね、こう分離する神仏分離の中では、まあ、神様のお姿が見えてますから木や金属で作られてそのお姿が見えてますからねこれは最も汚らわしいあまり良くないとされまして明治の初め神仏分離の中でこの心臓はことごとく破却されていきまして今残っているものは大変少なく貴重なものが残っているんです。 国重要文化財に指定される星の神様を神格化した心臓が数多く残るのがこの大将軍八神社でそのね宝物館に入るとひやーっと少し涼やかでお顔を見るとどこか守護神という守る神様ですから威風堂々。 顔も険しく、少しね、どちらかというと、仏さんで言うと、妙のように、または天武のように、悪いものは許さないというようなね、力強さをね、眉間に感じる、そういうね、男性的なお木造語んですよ。 ぜひ一度このね、大将軍八神社で宝物館の中で、その心臓、神様のお姿を見ていただくとと,ともに、2階に行きますとそういうね、天文学。空の星を見て季節、または様々なことを占っていく。そういう天文学に通じる資料がたくさん残っていますので、そのあたり、なんかね、大将軍八神社の宝物館というのはもう、一種、 不思議の世界に足を踏み込んだような今まで皆さんが見たことない雰囲気を感じると思いますそんな雰囲気を感じるために一度この大将軍八神社ご参拝をいただきたいと思います大将軍というのはそういう星の神様のお名前を、まあ、大将軍と言ったりねあの昔は大将軍神社というのはねそういう方角の神様ですから京都にもね西鴨にも大将軍の神様がいたりね 三条橋渡って三条通りを東王子のあたりに行きましても大将軍神社があったりということで方角の神様としてね全国つつ裏裏お祭りされてきたという神様でもあるんですぜひまた皆さんの家の近くにも大将軍という名前があるかどうかねちょっとこう調べていただいても面白いんじゃないかなと思います軍将軍とあるわけですからねまあ力強い 災いを払うという、まあ、神様であったということなんです、はい。一つ目のトークテーマ。大将軍八神社でした。はい、さあ。今日は。落ち着いて。ライブ配信。お届けしております。まだ時間ありますから、もう一つトークテーマ行きたいと思います。くじ取引です。さあ。 どこが出るでしょうかいきますよ。こちら。2つ目のトークテーマはこちらを選んでみたいと思います。それでは続きまして、くじの中身を改めるくじ改めです。どこが出るでしょうかおっと。いきますよ。さあ さかさま。はい。ささまでした。なんかこれも定番になってきましたね。言わずにひっくり返したら皆さんからなんかもうコメント欄に逆さまと入りそうな気がします。さあいきます。くじ改めです。おー。はい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 。二つ目としては、 そうですね。一つ目がちょっとね、がっつりしたトークテーマでしたから、二つ目は、緩やかな感じでいいと思います。わかりました今ので。今ヒントですよ。緩やかなトークです。わかりましたこうですよ。京都の地図の中で、現れてくる場所です。ということは、お寺とか、 神社ではありません。でも地図の中に出てくる。ということは、山、川、丘などで、こうですよ。三つの丘が並ぶ場所です。もう言ってしまいましたね。わ、はい、かりましたか皆さん。そうです。三つの丘。一の丘、二の丘、三の丘と、 丘が3つ並ぶことから名付けられたのがこちらです。2つ目のトークテーマはそう、並びが丘です。並びが丘。さあ、皆さん、並びが丘、これね、登ったことある方いらっしゃいますかあ何人いるか分かりませんね。それはそうですね、一方通行のライブ配信なので、皆さんが手が挙げたかどうか、ちょっと分かりませんでしたけども。えー、並びが丘意外とね 京都の西あたり、あの、最寄りで言いますと、JR 花園駅。京都駅から JR 山陰本線に乗って、佐賀野線に乗って、約15分から20分で並びが丘、花園という駅に到着をします。そのあたり一帯は、平安の昔から、美しい花が咲くことから、花園と呼ばれまして、そこにあった丘が、 三つの丘が並ぶことから、並びが丘と称されたんです。北から一の丘、二の丘、一番南が三の丘で、一番高い北の一の丘でも標高110メーターほどなんです。まあでもね、110メーターありましたら結構小高い丘になってまして、この並びが丘、上から見ると、 北には、おムろにんなを見下ろして、春のおむろ桜の時にはね、丘の上から見下ろすと、にんなじ、おむろ桜が美しく咲くことまで見渡すことができるんです。そしてね、おむろ桜の時はすごい人ですから、まあ、にんなの境内の中にね、うわーっと人がね、押し寄せている風景まで、上からね、ご覧いただけるんですよ。そんな、おムろにんなを、 見下ろすことができるこの並びが丘に鎌倉から室町の頃に住まいした人物がいますね。わかりますか。そう。随筆つれづれぐを書きましたのが間違いました。吉田兼好です。吉田兼好。 歴史の教科書や国語の教科書で習ったという方も多いと思いますね。吉田健康、つれずれ草という、ね、書物を書いたことで知られています。で、この吉田健康は、並びが丘に実は今日構えましてね、まあ、簡素ないおりを構えてそこで、まあ、このつれずれ草を書いたと言われておりましてね、1農家、2農家、3農家の2番目。 二の家の西田本にいおりがあったとも伝えられてるんです。で、その、並びが丘あたりで暮らしていましたので、一の家から見下ろすと、お室ろ仁奈寺がご覧いただけますので、さあ皆さん、数日前覚えてますか二日前か、水曜日のライブ配信でお届けしました。岩清水八幡宮の甲羅神社で出てきた、 忍ン寺にある奉仕という物語。ねンナジのお坊さんが、岩清水八幡宮に行って、お参りをして帰って、よくよく聞いたら、男山の麓の社しか参拝しておらず、お山の上にある本殿を参拝していない。ということになりまして、まあそういう物語が、つれずれ草にしたためられているんです。そのつれずれ草を書いたのが、この、吉田健康奉仕で、 並びが丘に今日構えたことから、仁な寺さんがね、その作品の中にも、まあ、登場してきているということなんです。ぜひまた皆さんもね、並びが丘、3の丘2の丘1の丘と丘を縦断することもできますし、それぞれの丘に登り口がありますので、一度登っていただいて、一番いいのはやっぱりね、一番北の1の丘に行きますと、ちょっと木がね、なくなってまして、山頂に。展望が開けます。 西は、あたご山、嵐山から、北はお、お室ろ、に寺で、やや東山の方も、木々の隙間からご覧いただけますので、そのあたりでね、一度、京都の街中の眺望をね、楽しんでいただいてもいいのかなと思っております。で、昔は、並びが丘あたりは、どうも、古代豪族たちのお墓があった場所とも言いましてね、並びが丘の中、 入っていきますと古墳跡ということで石室石で作られた遺体を収める石室があった場所が看板で文化財がありますよということを、ね、示したりしてるんですよですからまあこの山全体がどうも古墳であったたくさんの人々が葬られた古墳であったようでそうして今はそういう並びが丘として、ねえー、皆さんに親しまれているということなんですよ。 この山麓に美しい花が咲き誇り、そうして今花園には妙心寺丸など、ぜひ皆さんまたね、妙心寺や仁那寺に行かれました際にね、この並びが丘もちょっとね、登っていただくといいと思うんですよ。で、先ほど言いましたように、吉田健康、並びが丘の真ん中二の丘に住まいをしていて西側にいたそうなんですが、今東側にね、この吉田健康の 母を弔う朝鮮寺長い泉の寺と書かれて朝鮮寺というお寺もありましてね、えー、そのお寺様普段非公開ですから皆さん普段は入ることがもちろんできませんけれどもお寺の入り口に吉田健康法師の旧跡という石碑があるのと本来中に入りますと御本堂には、ね、吉田健康法師の木像があったり またはあのー、ゆかりの品々がね今も残ってるんですよ。でちょっと余談ですね、最後にちょっとだけ余談豆知識でこれ消さなかったらよかったんですがね <laughs> 吉田健康と言いますよねこの吉田という名前皆さんも何かなじみありませんかでで県まで 来るとね吉田兼友とかね歴史上出てきますねそう京都の東にある吉田山吉田神社の神職に吉田兼友とかが出てきたりしますねで戦国には確か吉田兼美が出てきたりしますねでこういう形でこの吉田というのは神社の吉田神社の神職の地を受け継ぐ人でねこの吉田兼友 吉田健康ですね吉田健公も実はその吉田神社の地を受け継ぐね人であったということなんですよ。で本性はね浦部と言います、浦部浦部というのはねこういう字を書きますね。浦部、あのカタカナの「と」ではなくて、ね、占いの「僕という、ね、占い、ぼくと言ったりします。 占いを意味する僕という字で、浦部、浦部健康とも言いましてね。まあこの、まあ、やっぱり神社の、ね、血を受け継ぐ方で、そういう占いに精通をした、ね、一族であったということが、名前の中にも残されているということなんです。吉田健康が、いよりを組んで、つれずれ草を書いたのがね、この並びが丘であったということなんです。ぜひまた一度ね、近くのお寺行かれました際には頑張って、 あの、登り自体はね、10分ぐらい登れます。ただまあ、やっぱり100メーターぐらい登りますので、標高で言うと、距離にすると300メーターぐらいはずっと登りかもしれませんけども、ぜひ一度ね、素晴らしい絶景を、市の丘から見下ろしてね、その、京都の盆地の美しさをまた、並びが丘から見つめていただきたいと思います。ということで、本日のトークテーマは、 ここまでとなります。さあ、それでは、いよいよ締めくくりです。締めくくりは、一番大切な、心にハートに元気をチャージすることです。さあ、元気をチャージする合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この、好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、 心に、ハートに元気をチャージいただきまして、手は、ハートマークを作って、元気をチャージしていただきたいと思います。京都からもたくさん元気をお届けしますし、皆さんからも京都にたくさんの元気をお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を、好きになる、 ということで、今日は落ち着いて、たっぷりと今日も二つの話題、大将軍八神社と並びが丘をお届けしました。ほぼほぼ毎日配信です。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。明日は、今日と同じ、午後3時から、土曜日曜は午後3時から2日間お届けしますので、ぜひ明日あさって週末も お楽しみをいただきたいと思いますありがとうございましたーハートマークを連打して元気をチャージしてくださいこのハートマークの連打は Facebook の方のみなんです YouTube の方がえどこにハートマークがあるんですかという質問があったんですがこれはね Facebook なんです Facebook でも過去の動画ご覧いただけますので今 YouTube でご覧になっている方一度 Facebook でも よかったら土曜日曜はライブで午後3時明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。では、ポチッと消したいと思います。